母が血圧とコレステロールの薬をめちゃくちゃに飲んでいることに気がついた。気の進まない母を何とか説得して行きつけの病院に一緒に行くことにした。白髪が出ないんですよね私。染めてないのそれ。全然。母の血圧は上が180で下が105とかなり高かった。先生に頼んで脳の CT スキャンを取ってもらうことにした。頭の CT 見るとね、古い拘束がありますけど、少なくとも新しく起きたようなところはないですね。でそれはボケに影響なし。これはなかなか難しいね。例えばアルツハイマーとかね、そういうものは最近脳の代謝が分かる MRI っていう検査をするとある程度そういうのは分かるので、やっぱりこれは脳外科とか神経内科じゃないとちょっと無理ですよね。母の脳の状態を知るには MRI が必要になった。